はい。こちらのお店はもう7、8年ぐらいやられているということですけど、こちらのお店はどういう経緯で始めたんでしょうか。もともと私は母体は日本の NPO 法人で、それでスリランカでいろんな活動をしてたんですけど、農業に関わる問題っていうのはすごい深刻この国で、例えば農家の方すごい貧困の方が多かったりとか、あとやっぱ農薬とかによる健康被害がすごい多かったりとか、そういう農業と関係している経済的にもそうですし、健康的な問題っていうのが非常に昔からあったんですよね。我々が何かできないかなっていうところで立ち上げたのが、農家の方々にオーガニックのまずトレーニングをして、オーガニックの採算物を作っていただいて、それを少しでも高く売って、はい、で経済的にも健康的にも改善していきましょうっていうのが、簡単に言うとそういうことなんですけど、もう本当10年12年ぐらい前に始めたんですね。初めはお店を別にやろうっていう気はなかったんですね。なんでかっていうと、オーガニックのものを作って彼らが売ればうまくいくだろうというふうに楽観的に考えてた。でもやってみたらそんな簡単に売れるわけでもないし、 あと難しかったのはやっぱり農家の方何軒かが集まって作ると同じものがいっぱい取れるわけですよ、そうすると毎日オクラとかですね、同じ商品がバーッといっぱい取れる、それを売れって言ってもオーガニックだからっつって高く売れないんだと、当時現状で、ちょっとこれはまずいと、我々がじゃあ売るサポートもしますというので、初めはその配達とかを専門にやってたんですよ、でもそれでもちょっとこうラチ開かないんじゃない、っていうのでお店を始めたっていうのが始まりなんですよ。そうなんですねでもそんな十何年も前にもうスリランカの問題点というかを見て始めてたっていうのはすごいですね。2002年にスリランカには来てるんですけど、その青年海外協力隊っていう国のプログラムに来たのが最初なんですよ、でそこからやっぱりいろんな地方もあったりとか活動する中でやっぱそういう問題が見えてきてたんで、できること何かっていうことで、ただやっぱり星野さんよく分かってると思うんですけど、何かあげても、この国そう簡単にここから自立してやりましょうっていう雰囲気にはならない。そうなんですよね、でやっぱそういう中でただ何かあげる支援するっていうんじゃなくて、我々よくソーシャルビジネスっていうふうに言いますけど、ビジネスの力でそういう問題を解決していこうっていう、そこに我々着目して、そういうコンセプトで始めたのがこの店なんですよ。でまさに魚をあげるんじゃなくて魚の取り方を教えるっていうのはよく言いますけど、こちらの場合は野菜の作り方を教えるっていう、しかもそれはオーガニックで、そうですね、今ねおっしゃってたように、これは魚の釣り針を上げて釣り方を教えるとか言うじゃないですか、それって続きがあって、その釣り方を教えてもひたすら取り次ぎて資源がなくなっちゃうっていうことも起こるんですよね、だからそこを全体的にこうマネージする方法とか教えるっていうか、我々も一緒にそれをやりましょうっていうのが、多分ソーシャルビジネスっていう考え方なんですけど、これ説明すると簡単なんですけど、実際にやってみるとそうですよねそうではない、大変ですよね、しかもそれをスリランカでやろうっていうのは、多分すごい大変なことだと思うんですよね。そうですね、なかなか思ったよりはね進まないし、計画立てても計画通りには全然進まないん でスリランカもいろんなことが起こるじゃないですか、常々そうなんですよねなのでそのたんびに我々の計画通りにいかないのもあるし、外部要因も非常にね影響するっていうのはありますよね、そうですよね、内戦から始まってテロがあったりとか、そしてコロナもあってっていうことなんですけど、そのコロナがまあまあ良くなってきてどうなんでしょうか、最近のビジネス。ちょっと遡ってそのコロナの時、でコロナ起こった時っていうのはもう本当にスリランカ完全ロックダウンして、全く何も動けないっていう状況ですよね。そうですよね。でだからその時って2020年の3月後半だったんですけど、そう3月後半から、その時はもうこの店やってたんで、ロックダウンして3日か4日間後に1回開いたんですよ、1回開いて、そこからまた今度2週間ロックダウンみたいなのが政府から発表があって、もうその時この店の前に長蛇の列ができて、もうとにかく食料品買い集めるというか買いだめしないといかんと、でもう先にも後にもそれが初めてっていうぐらいもうお客さんの数で、もううちもだからさばききれないんで、もうとにかくあるもの全部売れるものは売れましたけど、お店にあったスタッフ用の水とか商品じゃないものとかまで
あげました。お客さん水ないですかとか言って、うち水売ってはいないんですけどって。すごいドタバタでコロナ突入して、でも、まあ、幸いうちはこの食品関係なんで、うん、はい、当局から許可を取って動けることにはなったんですよね。はい、だから配達専門で、それなんかご存知の方は分かると思うんですけど、ピックミン、はい、注文できるような体制を作って。はい、スリランカってそういう時はすごい素晴らしく仕事が早くて、そうですよね。準備したりするのは苦手だけど現場力っていうか、そうそう、そこではポンっていきますよね。だからピックミーも多分通常お店を登録するのはなんだかんだ結構時間かかるらしいんですよ、はいはい、でもその時は1日かかんない、登録して売り始めるまで1日かからないで、そうなんですか、始まってすごいなと。そのおかげで、はい、我々は外にあんまり出なかったですけど、はい、ここでお店で野菜パックして、ピックミンで売るみたいな、はい、だから正直最初の2週間はもう多分過去最大の売り上げだったんですよ。そうなんですか。そうコロナのおかげでって言ったらちょっと変な言い方ですけど、はい、うん、と2週間過ぎてから今度大手がどんどんキールスとか、ああ、はいはいはい、あの他のアルピコとかに参入してきたんで、もう一気に注文の数が減ってきて、で、まあ、通常業務に戻るみたいな。あ、そうなんですよ。うん、だからそのコロナ終わってからっていうか長かったじゃない、それが一番苦しかったですね。であと我々その農家の方と一緒に仕事してるんで、うんうん、はい、結構地方にこう農家見に行ったりとかするんですけど、うんうんうん、コロンボが一番コロナがひどかったから、はいはいはい、農家の人が来るなって言うんですよ。あ、怖いね。そう、怖いから、だから1年ぐらい行けなかった、うん、あ、そうですか、ですかね、国内だけど。そういう状況が続いて最終的に終わって、これでそろそろちゃんと本気でビジネスだねと思ったら経済危機。そうですね、それが去年ですよね、うん、いろいろありますからね、スリランカ本当にね。もうだから俺も去年なんとかコロナ収まってきたからと思ったらところに本当に来ましたからね。経済危機、何やってんだよスリランカと思いましたけどね、本当に。だから正直コロナの時よりも経済危機の方がやっぱり大変でしたね。というのはやっぱりもうガソリンないから、そうですよね、取材させたけど。そう、去年あの時に本当このインタビューも去年あの時に撮ってるはずだったんですよね。そうですよ、ね、だけどもう動けなくなって、ええ、ガソリンがなくなってトゥクトゥクとかももう頼めないぐらいの時になっちゃったんで、うん、去年できなかって今年になっちゃったんですよ。そう、うちは地方からやっぱり野菜持ってくるのがメインなので、はい、うん、もう本当にそれが全部できなくなって、で公共交通機関もかなり制限されたりとか、はいはい、コロナの名残で例えば列車では物運べないとかいろいろそういうルールもあったので、はいはい、農家の人は野菜作って待ってるんだけど持ってこれないっていう一番歯がゆい状況っていうのがその経済危機の一番ひどかったという、まあ、2ヶ月ぐらいありましたよね。そうですね、7月とかそれぐらいですよね、うん、はい、あの時は本当にちょっとビジネスどうしようかっていうっていう感じでしたね。っていう感じでしたね、本当に我々も帰っちゃったからね、もうダメだと思って。そうですよね、はい、それを経てですね、現状どうですか。だからそのガソリンが自由に手に入るようになってきたりとか、はい、その辺の上向きになった部分っていうのは当然あって、うん、はい、全体的なやっぱり経済、まあ、危機の影響でお客さんたちの購買力っていうか、うん、はいはい、っていうのはそんなに戻ってきてないっていうのはありますけど、そうですか。でもお客さんでいうと例えばうちのお客さんはオーガニックなので、うんうんうん、野菜を自分のお子さんに食べさせたい、うんうん、自分は食べなくていいから、その離乳食とか、はい、お子さんにはオーガニック食べさせたいとかいうことが、うんうん、はい、結構昔は来てて、はい、人参3本だけ買って帰るとか、うちは量り売りなんで、はい、でもそれがやっぱり経済危機でバイクでもあんまり動けなかったとか、あと当然お金もないから、うん、さ何を削るかっていうとやっぱ食費とか削ってくるじゃないですか。そうですね、うん、だそれでかなり売り上げっていうのはやっぱり落ちましたね。落ちましたね、うん、ですよね。それがまあ今少しずつ回復してるっていうのはうちのお店自体の売り上げはどっちかというとずっと落ちてて、はい、あ、そうです、今だから今年初めの方から、はい、卸し、はいはい、スーパーとか他のところになるべく卸すようにして、はいはい、そっちでなんとか耐えしのいでるという、耐えしのいでるっていう感じです、っていう感じの現状ということですね。そうですね。そうですか、はい、ということでね、また次回ですね、パート2でスリランカの最新情報とかですね、今後の
スナックの展望などもお話したいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。おい。